自分の変化にもつながって自分の進化にもつながるので家族みたいな人間性を成長させてくれる場だ、まあ、愛ですかね。これ泣きそうなやつですね。リディアル代表のハンペンこと中村優希です。リディアル店長の金子です。リディアルスタイリストのあかりです。リディアルアシスタントの中村優希です。うちカウンセリングシートをなんか作ったんですけど、それが結構そのデザインカラー向けのカウンセリングシートで、カウンセリングでテンパってしまうことが最初の頃は多いと思うので、中村がこういうカウンセリングシートを作ってくれました。結構細かくて筋間の太さとか毛先の明るいところが多いところとかを基本的なことなんですけど、そういう細かい部分もしっかりチェックして見返した時に誰がどういう感じがやりたいのかっていうのを見直せるシートになってます。でも最初はこの子モデルさんの時とかメモ帳を持って書いてたんですよね。こうしますこうしますって。でそれがいいなって思って、それをチェックだけで済むようにっていうのが良いのかなと思って作ったんですけど、面白い感じなんですけど、パーツごとにも効いていく感じですね。実際のカウンセリングは15分目安では動いてますね。15分カウンセリングをしてブリーチを貼ってっていう工程があって、次のお客様が来るっていう流れが一番スムーズだと教えていただいたので、15分目安では動いてます。写真を必ずビフォーアフターを撮るのが僕の中で必ずやってることで、ビフォーを撮ることで自分への負荷じゃないですけど、プレッシャーを逆に与えて絶対こう可愛く綺麗にするっていうのを自分の中でこうずっと持ちながら施術する、一人一人ちゃんと向き合ってこうやっていくっていうのを自分の中で決めてるんですけど、まあ、お任せをお任せで終わらせないっていうところなんですけど、完璧主義じゃないですけど結構詰めていくんですよね。こうもう根元の暗さもなんか黒っぽいのがいいのか焦げ茶っぽい方がいいのかとか、なんかトーンも大体どのくらいかってこうもう決まってるんですけど、カウンセリング終わった後に。そこまでやんなきゃいけなかった理由が、原宿でやってた時代が長かったので、固定カラーの固定客をつけるってすごい難しくて、なんかちょっとのズレでももう2回目は来てくれないみたいなっていうのがすごい多かったので、お任せでっていうのは最初はお任せでいいんだよやったみたいな感じだったんですけど、なんかお任せってこうお任せじゃなくて、本当にこの写真通りにしてくださいとか、写真通りの中にもこう退職後のこうお仕事の環境とか家庭環境でこう褒められる状態だったりとか、なんかいろいろなこう側面で必ずなんかインスタで見たらいいなって思う人がたくさんいる中で、やっぱ中村さんにお願いしたいなってこう思われるようになるために、結構カウンセリングをこうすごく詰めてったっていうのがありますかね。僕も15分とかかかりますね、やっぱし。それこそ今なんかいろいろあると思うんですけど、ダイエットにこう効く食べ物、運動だったりとか、カフェ5000円みたいな、そういうのもこうサムネイルの作り方だったりとか、すごくなんかいいね数だったり保存数だったりフォロワーが多いインスタの方、美容師じゃなくて、まあ、そういったインフルエンサーの方たちの投稿を見て勉強してます。ママさん投稿って言って、子育てのしてるママさんをターゲットに更新させていただいてるんですけど、見てくださる方が増えてて、やっぱりターゲットを絞るとかワードを絞ってそれを細かくしていくと人の心に刺さるんだなっていうのが分かってきて、でも本当にそれ始めてちょっと使命増えてきたんですよ。相談してママさんターゲットにしようっていう決まりました。カフェで1時間くらい話しましたね、しっかり。うちの本当デザインが本当コントラストハイライトかコントラストバレエアージュなので、なので根元にブリーチをつけないとかプリになりづらいっていうのはすごくメリットはあるので、じゃあそのデザインがどういった人にニーズがあるかっていうと、白髪世代だったりとか、
でそこでママさんも前頭だと結構毎月かかるんですけど、多分ブリーチ4ヶ月から半年に1回でもいいですよっていうのがあるので、デザインとニーズのターゲットがこうちゃんとマッチするようにはみんなで話し合ってやってるんですけど、このインスタグラムとかももちろんなんですけど、めちゃめちゃ近くいるのでサロンワークをとにかく 見て学んで自分のそのモデルさんとかに生かしてっていくっていうのをやってます。そのコレクションとかを作る時なんですけど、必ずそのファッション業界とかの情報を結構見るようにはしてまして、結構美容師でトレンドを作ると言いつつ、でも髪のトレンドを作るのはやっぱメインだとは思うので、なのでその時代のファッションのプロたちが選んだトレンドに沿ったやっぱファッションスタイルは入れた方がいいかなと思うので、そこはちゃんと雑誌とかですね、ネットでちゃんと収集してそこの知識をちゃんと取り入れるっていうのにしてる。なんかその話を聞くだけより自分のこのプライベートだったりを話すことで、なんかよりお客様のプライベートな話だったりとか聞けるので、と次いらっしゃった時とかも覚えててくださってすごい仲良くできるので良かったっていうところと、最近は自分のお客様に入ることになったので、スケジュールアプリにその人なんか指名だったのかフリーで入らせていただいたのかっていうのを色分けしてお話ししたこと、カラー剤とあとビフォーアフターのお写真とこういうことを話したから次はどうなったのか聞いてみようっていうのを全部毎日書いて、次来店した時にそれがお話として続くようにしてますね。忘れてないですよっていうことを伝えられるようにしてます。必ず巻いてお客様を返す、ストレートでもいいとお客様もいらっしゃるんですけど、巻いてあげることでお客様の知らなかった巻き方だったりとか、あとここまで変われるっていうのをお伝えするために必ず巻いて返してます。結構こう売上を目標に立てるとどうしてもその単価を上げようとかっていう動きになってくるじゃないですか。でトリートメントもなるべくつけれる人はなんかつけてくみたいな感じで、なんか満足度っていうよりはどっちかっていうとそういった売上げってなっちゃってた時期があった自分がいたので、なんか逆にそれをなんかやめた時期があったんですよね。ちゃんとこのそのお客様のなりたいデザインになるためのメニューの組み立て方と、あとは美意識に対するケア系の提案と、あとはちゃんとカウンセリングの最後に金額も提示して施術をスタートするっていうのに変えたんですけど、なんかそれがそのレディアルの基盤になっているので、金額の安心感っていうのは大宮っていう地域ではかなりヒットしたのかなと思っていて、なんか東京でもあった方がいいと思うんですけど、なんかわざわざこう金額全額提示するサロンってそんなないじゃないですか。きっとなんとなくふわっと始まってふわっと金額が決まってて、ふわっとレセプションの方が来てお会計で、あ結構したなみたいなあると思うんですけど、なんかうちはそれを僕のその過去の経験もあったので、そこを改善して全員でその金額を提示してっていうのは決めてるんですけど、金額ってデリケートだと思うんですけど、ポジティブな流れでお伝えしてでは始めていきましょうっていうのを結構大事にしてます。仲間に隠れてやったのはあれなんですけど、今となってはなんかいい自分の武器ができたかなと。僕がレディアルがどうこうっていうよりは、いるメンバーがレディアルに対してこうどう思ってるかのなんか集合